え皆さんこんこにちは、えー、私は愛媛県選出の参議院議員、山本淳三と申します。今現在は参議院の方で予算委員長をつかっております。派生さんとは長らくの間、文教関係で一緒に仕事をする機会がございました、えー、いろいろとお世話になった過去がございます。非常に熱心な方でありました あの議員立法といいますと昔田中角栄先生が三十数本の議員立法を作ったというそんな逸話がありますけれどもそれと比較できるぐらいの多くの議員立法を長谷さんは教育関係で作り上げてきたということで私大変に尊敬をしておるものの一人でもございますあの議員立法を成立さすということは非常に大変な作業がいりまして、えー、我が 自由民主党ないしは公明党、与党だけではなくて、野党のご理解をいただかなければならないということでありますから、そういった意味では、聞く力がないと、この案件は成立ができないということでありまして、長谷さんは自分の強い意志を持ちながらも、一方では、しっかり野党の声に耳を傾けて、一つ一つ法案を作り上げてきた、その姿を 間近でで見てまままいいりしした尊敬を申し上げているところでもございますそれからですね、あの長谷さんとのエピ,ドエピソードの中で、一つ象徴的だったのはですね、同じ実は、あ清和政策研究会という,う政策グループに所属しておりまして、長谷さんも私も、元の総理でございました森喜朗先生のに指示をして、 えー、今日があるわけでございますけれども一度や何らかの理由で森先生を大変怒らしまして「長谷さんお前は波紋だ」というふうに言われたその場面に私も一緒にいたことがございましたこれは大変なことになるなというふうに思ったのでありますけれどもまあ元来物おじをしないそしてまた人との接点を深く深く持つ そういう長谷先生でありましたからあのしばらく時間が経ったらもう何事もなかったのように、えー、森先生とお話をする森先生ももうしょうがないやつだなというようなそんな気持ちも込めながらあ大事に大事にされておるという姿をお近くで見てまいりました。こ、えー、このののの人人間間優しししさととそれれから人間と親しくくしていく能力これはまあ天性のものがあるんだな という,ふうなことでこれまたですね、えー、長谷さんの思い出エピソードの一つとして私ども頭の中にしっかりと今あるわけでもございます、えー、そしてですねあの最後に、えー、知事選に向けてですけども長谷さんがあ知事に出る知事選挙に出るということを聞いて本当に頑張ってもらいたいなというふうに思いましたけれども地元ではなかなか厳しい状況であるということも お聞いておりますあの先ほど申し上げたとおり県民の立場に立って県民と共にそのふるさとを大切に築き上げていこうというおそらく誰よりも大きな大きな使命感を持ってそしてまた情熱を持って発散はこれから活動していってくれるものというふうに確信しておりますのでぜひ石、えー、川県民の皆さん方の温かいご理解をそしてまたご支援を あ長谷さんに賜りますように、まあ、心から心からお願い申し上げて、友人の一人としての激励の言葉に変えたいと思います皆さんどうぞよろししくお願い申し上げます。